今日は干しその醤油漬けを作っていきたいと思います。干しそ、しその実の部分です。まずしその実を茎から外します。穂先の方から手でこうやって下に下ろすと外れていきます。この茎の部分は硬いので処分してしまいます。こんな感じで茎からすべて外し終えたら水できれいに洗っていきます。しその実は結構汚れていることが多くて水が濁るんですよね、洗うとき。なのできれいに水が濁らなくなるまで洗います。水が濁らなくなったらこの状態で水に一晩つけたいと思います。はい、一晩水につけておいた干しそです。水を切っていきます。はい、ザルにあけたらキッチンペーパーでさらに水気をしっかり取っていきたいと思います。はい、しっかりと水気を取ったら密閉袋に入れていきます。はい、袋に入れたら実際このしその実が 15g あったので 15g に対して大さじ1の醤油を入れていきます。はい、18g 大さじ1の醤油を入れて一晩つけて完成です。しっかりと空気を抜いて味が染み込むように密封します。はい、この状態で冷蔵庫で1ヶ月、冷凍庫で2ヶ月持つので試してみてください。